いつ突入するか。うん、まだだな。せっかい、もう突入しないっすか。お、なんだ、お前か。お、そろそろ突入する。お、例のあれを使うしかねえんだ。それでしかやつは倒せねえ。例のあれっすか。使うんすか。わかりました。おう、サンキュー。これでやつを仕留める。このピストルでちゃんと用意したんだろうな、弾を。あ、やつはあそこのパソコン部屋にいる。今すぐ侵入してやつを仕留める。ちょっと行く。お前は待ってろ。先輩待ってください。俺も行きます。お前には家族がある。俺が絶対やつをしてみてやるから、待ってろ。ダメです。俺も行かせてください。ダメだ。よし、行くぞ。先輩。今日は何を見ようかな。死ね。うわ、お前はこれでお前も最後だ。はい、それでは紹介していきたいと思います。こちら、デデン、エアーダスター。 Strong power and fast dust cleaning. Focus on details and achieve quality. Wireless and easy to use. Small and light. 強力なパワーと迅速なダストクリーニング。詳細に焦点を当て品質を達成します。ワイヤレスで使いやすい。小さくて軽い。オープン。まあコードレスのエアダスターということですよ。別の用ケース、取り扱い説明書。じゃーん。英語ともちろん安定の中国語。ジャパン語はありません。ジャパン語は No Japan。こちらがエアダスターの本体。すいません、画面外で、すいません。こちら充電ケーブル。これが、はい、見ての通り。こちらがエアダスターのノズルでございます。これ意味が分かんない。なんでこっちまであるんだ。これで要はシュワシュワできるんだよね。でもこんなにある必要性あるないよ、絶対。ここにつけて、ここがスイッチでございます。てな感じでちょっと使ってみたいと思います。スギナーチャンネル。はい、それではね、こちらの、提供いただいたエアダスターの紹介でございます。で、今回用意したのがこちらの、私が使っているピスクンリューで、ね、ピスクン一回も掃除してないという最悪な状態でございます。見えますかね、この
行ってます。どうしてもこういうファンのとこには結構ホコリがつくんですけども、そういったのをね今からエアブローで撮っていきたいと思います。感じで綺麗になりやした。威力強くて、はい、どうだったでしょうか。こちらのエアダスターということでね、 LED もついてて、結構ね威力があるハイパワーな、商品でございました。で、一応こちらタイプ C のやつかな、USB のやつで充電できます。詳しい詳細はこちらの方に載っけておきますんで、そちらを見てください。充電時間とかどれぐらい使えるのかっていうのは、そちらの方に載っけておきます。で、こちらのね購入方法はですね、概要欄の方に載せておきますんでね、そちらの方を見てください。こちら、私エアコンプレッサーの方家にあるんでね、そちらの方でフィルターとか清掃っていうのをやってたんですけども、どうしてもやっぱ持ってない方絶対多いと思うんで、こちら、買ってもらえればね、普通にエアコンのフィルターとか、空気清浄機のフィルターとかいろいろフィルター系今多いと思うので、そちらの方はこれでかなり綺麗になるんではないかなって思います。やってる動画あるのでね、こんな感じで、わーってやっていただければ、綺麗になるかと思います。結構威力も強くて、直接これブラシなくてもやっていただければね、グワーってやれば、簡単に取れますんでね。ただぶっ飛ばせばいいっていうね。でも掃除が家の中でやっちゃうと大変なことになるので、そちらは注意していただければなって思います。なのでこちら結構いいんじゃないかな。はい、主にエアーダスターなんで掃除に使うと思うんですけども、細かいところ、かなり使えるんではないかなって思います。パソコンとかやっぱ掃除機で吸いながらっていうのはなかなかできないので、パソコンとかね、精密機器、あとカメラとかっていうのはやっぱりいいんじゃないかなって思います。で、やっぱ最終的には、エアコンのフィルターとかそういうホコリ系を取り除くのにかなり便利じゃないかなって思います。皆様 ね、これ見ていいなって思ったら、概要欄の方に、貼っておきますんで、よかったら購入してみてください。どれぐらい持つのかな。以上、エアダスターの紹介でございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは杉並でした。バイチャオ。どうしてたじゃん。スリナムって知ってるか。知ってるよ、あの面白い動画出してる YouTuber だろ。 Yes。 でもな、あいつらなすぐ更新すると決めてねえからさ、わかんないんだよ。そんな時登録ボタン押せばいいんだよ。なんでその登録ボタンっていうの。マイケル知らないのか。知らないよ。ここに出てるじゃないか。今すぐクリックして、どうせばいいのかい。ええ、わお。できたよ。イエーイ。